おはようございます。おはようございます。本日はまだ群馬です。群馬です。引き続き今日はですね、沼田市にいます。はい、なぜ沼田市にいるかというと、はい、ここで食べたい群馬グルメがあるからです。結構これ押してくれた人多かったよね。そうだね。でまず向かうのはフリアンというパン屋さんです。お、はい、このフリアンというパン屋さんで味噌パンが食べられるみたいなので。味噌パン、はい、実はですね、私の故郷北海道にも味噌パンはあるんですが、その北海道の味噌パンとはまたちょっと違う味噌パンが食べられるそうなので楽しみにしています。はい、はい、では行ってみましょう。行ってきます。さあそろそろ到着ですよ。そこだな。ここだ。いただきます。買ってきましたよ、味噌パン。味噌パン、まずはサラダ。まずはサラダ。さてサラダが食べ終わりまして、いよいよ味噌パンですね。こちらが味噌パンです。なんか白いハイジパンみたいなパンに、ご覧ください、味噌ぎっしり。すごい味噌塗ってあるね。ねえ、めっちゃ塗ってある。うわ、めっちゃ味噌だね。めっちゃ味噌、すごい味噌の香り。たっぷり入ってるね。味噌だね。うん、やっぱ甘めの味噌が入ってんだね。うんうん、しょっぱい味噌っていう感じよりは五平餅とか、うんうん、お団子に塗ってあるような甘めの味噌が塗ってある。感動的にうまいっていうよりさ、うん、なんか知ってたような気がする。うんうんうん、パンだね。小平くんも味噌の国から来てるもんね。そうなんですよ、味噌王国から来てるんで私。そうだよね。だからかな。かな。そうじゃない、馴染みがあるんじゃない。フリアンさんは1972年から味噌パンをやっているそうです。え、年上じゃん。50年ぐらい前だよね。50年以上前。50年ちょっと前か。おー、もう半世紀以上前ですね。すげえな。うん、味噌パン発祥のきっかけとしては、群馬のすごい有名なご当地グルメとして焼きまんじゅうがあると思うんですけど。聞きますね、それも。そう、私たちもコメントですごいおすすめしていただいて、うん、焼きまんじゅうが有名だよと。で、焼きまんじゅうはまあもっと古くからあると思うんですけど、なんかお団子に味噌、こういうね味噌だれが塗ってるんですけど、結構口の周りがデロデロになって食べづらいという噂があります。あ、そうなんだ。そうらしくて、でその口の周りにタレがついちゃうから食べづらいなっていうところから着想を得て、フリアンさんはじゃあパンに塗ってみようって言って、この味噌パンができたらしいです。なるほどね、うん、はい、フリアンさんごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。続いては、はい、味噌だれの本家焼きまんじゅうを食べに行きます。めちゃくちゃ水木が楽しみにしてるやつですね。楽しみにしていた。まあおそらく好きでしょうという味なんですけれども、はい、ということで焼きまんじゅうを食べに向かうのはホムランさんです。かっこいい。かっこいいよね。中二病心がうずきますね。烈火の炎に出てきそうですね。ちょっと烈火の炎わからないんですけども。烈火の炎知らねえのかよ。小平くんさっきから烈火の炎って言ってるんですけど。ということでホムランさんはここから10分ぐらいですね。すぐですね。はい、同じ沼田市にありますので向かっていきたいと思います。はい、はい、さあもう着きますが、あ、焼きまんじゅうって書いてあるわ。お、はい、到着です。焼きまんじゅう、焼きまんじゅうがデカデカとね。できました。でかい。思ってた4倍ぐらい大きかった。想像と全然違った俺。なんか軽く食べれるっていう感じ。でもめっちゃ軽い。ね、質量はあんまりない感じ、うん、ない。うんうん。いただきます。なんかパンっぽい生地だね。ね。うん。おいしい。おいしい。全然想像と違ったね。うんうんうん。なんか何もかも違ってびっくりしてる。うん。お餅感あるのかなって見た目的に思ったらね、パンだね、うん、なんか焼き団子をどうしても想像してたんだけど、肉まんみたいな生地。うん、でももっと軽いよね、うん、ふわふわ、もう多分キュッてやったらこれぐらいになっちゃいそうなぐらい軽いパンね。またフリアンさんのパンとは全然違うよね。全然違うね。でもこれを見てから思うと、フリアンさんがこれだと口が周りにこうなるからパンに塗ったっていう、この変化もわかるよね。なるほどね。なってるもん。なってるよね。フロリダね、確かに。うん。うん。おいしい。新しい食べ物だ。新しい食べ物だ。これ面白い。なんていうの、このふわふわのパン生地みたいなね、お饅頭に味噌塗ってて、さらにこれをしっかり焼いてるから、うん、焦げ目がついて香ばしいんだよね、うん。これもまた新しい感じしない？なんか中にあんこ入ってるのもあるんだってね。ああ、それも美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。
はい、ホムランさんごちそうさまでした。ごちそうさまでした。焼きまんじゅうめっちゃ美味しかった。これぞご当地グルメ。いやーね、他でちょっと食べたことない感じだったよ ねびっくりした。おー、こう来たかみたいな感じのね、美味しかったです。はい、続いての目的地は吹割の滝です。イエーイ。ここもすごい楽しみにしているところなのでワクワクです。なんと東洋のナイアガラと言われているそうなので。そんなにすごいの。ハードル上げちゃったよ今。なんか写真見たらね、えってなってた私。ここは行ってみたいみたいな。そうなんだ。実際どうなってるのみたいな。はい、ということでなんかね、お土産屋さんとかもあって割とにぎわってる観光地みたいなので楽しみにしてます。じゃあ行ってみましょう。はい、ここから約15分ぐらい走ったところにあるみたいなので。近いね、今日は。なんかもう、ね、今日近いよね。ちょこちょこ近いよね。群馬は山深いよね。こっちも山ですよ。あ、見ました。なんか草、うんこした。おならしたってくるかなと思ったけど、うんこしたって、うんこしたってくる。なんだろうね、あの赤い屋根。いや、群馬の風景は気に入ってますよ、私たちは。気に入ってます。すごい綺麗。映像で伝わってるか分かんないんですけどね、なんかそんじょそこらの山とは違うんですよ。ほう。なんか本当にね、山がもりっとしてるの、多分木の本数が多いんじゃないかと思うんだよね。なんかね、木のね本数が半端じゃないの、近くのこのさ森とか林見てたの。確かに言われてみると、うん、木が密集してるよね。そう、なんかね、この近くの木々たちを見てても一本の木の境目がわからないぐらい密集してるの。伝わるかな。いや、伝わるかな。これが本当に美しいんだよね。もうチラチラ見えておるんですが、すごいね。ね、すごいね。岩がやばくない？ね、すごいね。ね。大きい。こういうのがなかなか画面では伝わらないのがもどかしいですね。いや、大きい大きい。この大きさが伝わりますか。あれが水木。すごいね。ねえ、こっちもすごいよ。うわー、すごいね。すごい。なんかさ、遠近感バグっちゃう感じするね。ねえ、岩がすごい大きい。あれが水木さんで、この横の岩のデカさが伝わりますかね、これで。すごいな。おお。うわー、近づきたいな、もうちょっと。近づきたいね。すごい迫力なんだけどさ。割れ目がすごい ね。やっぱりこの安全に配慮して、うん、ここは先行けない。すごい迫力なんだけど。わあ、もどかしい。もうちょっと見たいっていう感じが。もうちょっと上から見たい。ねえ。夕方です。珍しいパターンだね。夜ですじゃなくて。夜というほど夜ではないですけど、はいはい、ご飯の準備をね、はい、していきたいと思います。今日はね、ちょっと早めにご飯を食べたい理由があるんですよね。はい、はい、なんと明日は早起きだね。めちゃ早起きらしいですよ。はい、この旅史上一番の早起きですね。はい、ではお米いくよ。だ、はい、お米を準備しました。はい、はい、今日も魔法を使いましたね。今日もふっくりんこ。はい、湧き水です。湧き水で洗う。なんて、今日泊まってるところの近くに湧き水があったので、はい、湧き水で米を炊きます。今日の米はうまいはず。今日はスーパーで買ったもつ煮。もつ煮、なんか群馬はもつ煮有名なんだね。ね、この間こんにゃくパークのやつめっちゃ美味しかったからまた買ってみました、うん、はい。一旦湯煎、何分だった？2分とかかな。なんか余熱で2分温めるそうです。なぜ？でこれを取り出します。一旦取り出す。続いてこれを再び中身を今度お鍋に入れて、で火をつける。火をつける。5分温めてお召し上がりください。炊けました。これが湧き水のご飯。湧き水ご飯、あ、違いますね。本当に。完成。完成。いい匂い。めっちゃいい匂いする、ね、お味噌のいい匂いだね。やっぱり茶色くなったご飯。本当に毎度茶色いよね。見事に。いただきます。
本日のサラダはかぼちゃサラダが載っています。豪華。いや、旅に出てお惣菜のありがたさを感じてますよ。うん、かぼちゃサラダなんて車中泊では作りようがないからな。ね、なんか手間と材料費を考えたらお惣菜の方が圧倒的にコスパがいいって時はあるもんね、うん、半額の時とか特に。もつ煮食べてみよう。はい。なんかこの間のもつ焼きとはまた違うね。なんかね、いただきます。うんうん、美味しい美味しい美味しい。うん、美味しい。でもこの間のこんにゃくパークのが抜群に美味しすぎたわ。またちょっと違うよ ね、 ね、これも美味しいけどもうちょっとあっさりしてる。この間の方がザ・ご飯のお供っていう感じはする、うん、でもこっちの方がもつは上等な感じもする。そして容器があれですけど、こんにゃくパークで買ったレバサチ風こんにゃくね。気づいたら瑞希が2袋入れてたんです美味しいんだもん。レバサシが食べれなくなった今、本当にこれが美味しい。明日は頑張れますよ。やる気だな今日瑞希さんが体力を温存したのは、はい、明日にかけてるからなんです。そうなんです。明日ね、自分なりになかなか大きいチャレンジをしようと思っていて、うん、はい、明日実はですね、うん、まあ、あのサムネなどを見てピンときてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、尾瀬ヶ原チャレンジをしたいと思っています。尾瀬ヶ原チャレンジ尾瀬では登山をしたりハイキングをしたり、まあ、冬はスキーをしたりできるんだけど、うん、ちょっと登山はまだ自信がなかったので体力的にハイキングにチャレンジしたいと思ってます。でもすごい時間歩くんだよね。そう、一応私が歩きたいなと思ってるコースは 6,7 時間かかるコースなんですよね。歩いて歩けるかなまあ一応ね、どこからでも引き返せるような道ではあるので、まあ、体力を見ながら歩けるだけ歩いていきたいなと思っています。で、可能であれば目標としているコースを達成したいなと思ってます。一応手術からだいたい1年ぐらい経つから、ちょうど1年ぐらいなんだよね。ね、そう、今まさに入院してんじゃない。昨日入院したね私動画の撮影時の話ですけど。そうなんです、公開時じゃなくて、はい、今このね、撮影している日の前日のちょうど1年前に入院しました。で、数日後に手術を受けたと。もうすぐね。おお。なので本当にちょうど1年なんですよ。なので、まあ、1年でこれぐらい元気になったよっていうことを自分的に実感したいなと思って、まあ、普段あの食べ物はいっぱい食べてるんですけど、やっぱりね、体力とか身体的になかなか元に戻らないなと思う部分があるので、こう見えてなので、それでもなんか頑張りたいと、自分なりに何か達成したぞと思いたいということでチャレンジをしようと思います。やっぱさ、うん、瑞希と同じ手術受けるっていう人ちょこちょこコメントもらうからさ、そうなんですよ、そういう人の希望になるよね。うん、なんか1年ぐらい経ったらまあこれぐらいになる、なれるということもあるのかと、まあ、あのもちろん人によってペースはそれぞれなんですけれども、まあ、こういうパターンもあるぞと思っていただければと思います。まあ、でももしかしたら明日1時間ぐらいで泣きながら引き返してくるかもしれないしちょっと見えるんだよな俺それおやすみ。明日は早起き。おはようございます。おはようございます。さあ、朝が来ましたよ。5時起きです。いや、無事起きれました。5時に起きて一応6時に出発してます。はい、そして本日向かうのは尾瀬ヶ原です。有名なところらしい。で、まず尾瀬ヶ原のスタート地点までは車乗り入れできないのでバスで行きます。なのでバス停まで行きたいと思います。はい、はい、今日はめっちゃいいお天気だね。ねえなんかでも雷注意報出てたけどね。え、今日？昨日じゃなくて？いや、今日。今日？うん。駐車場に着きました。駐車場に着きました。尾瀬ヶ原第一駐車場です。第一駐車場もう結構いっぱいだよね。ね、ここからバスに乗るんだね。はい。ちなみにバスは片道分しか買えません。そして片道1300円。はい。なかなかするぜ。結構寒いね。肌寒いね。うん。私なんか長袖の上にダウン着ちゃってますから。半袖俺だけだもんな。そうだね。一応長袖も持ってるんだよね。一応ね、うん、ダウンは入れている。はい、はい。30分ぐらいバスに乗って到着しました。入り口に到着しました。ここからビジターセンターまで1時間ぐらい歩くみたいです。あ、1時間で着くんだね、そこまでは、うん、じゃあとりあえず頑張っていきましょう。はい、まずこの入り口に売店があるみたいですね。はい、さあとりあえずまずスルーでいいよねなんかまだやってない登山者数調査中だって。数えられてんだここで1 大丈夫だから振らなくてまずは細い狭い道を行くんだね。うん、なんか尾瀬ヶ原と思えない感じの山道を行くらしい。なんか去年の誰かの動画で熊が映ってたんでね、一応100均で鈴を買ってつけてますたびたび鳴らしていかないと。こんなに人がいたら安心だね。いやね、うん、楽しい。
この下り坂は結構長く続くんだね、ずっとね。あ、尾瀬っぽい足元になってきた。これがずっとこの木の板が続いてるんでしょ。ね、それはいいよね、歩きやすくて。すごい綺麗じゃない、思ったより。なんか変わった鳥の声がするね。ねえ、聞こえるかな。すごい高い音ね。初めて聞いたわ。うん、ちょっと道が開けてきました。やっと平坦な道に割り入ってきたかな。まだかな。すごい階段降りてきたので、ね、帰り道のことは考えないようにします。それはもう考えてるな。雲よけの鐘を鳴らします。ここにいるよ、教えておかないとね。ここにいるよ。これ違うのかな。あ、でもさ、やっぱそうなんだな。そうかもね。でしょ。これもう終わっちゃったんだね、きっと。なんか水芭蕉の季節なんだよね。そうそう、うん、なんか5月下旬から6月中旬ぐらいまでがね、水芭蕉なんだって。あ、じゃあちょっともう遅いかもしれないんだね。うん、かもしれないね。あ、あ、いた、花びらが。あ、花びら、惜しいね。発見しました。発見しました。第一水芭蕉、夢見て咲いている。知らない歌なんですけど。でもその歌絶対習うだろう。習わないよ。あ、ここにも。あ、見て、真ん中も白い。あ、本当だね。綺麗。なんか花粉みたいなので白くなってるね。うんうん。これが水芭蕉か。これは綺麗だね。また熊焼けの鈴発見。ここにいるよ。熊が来る。走ったらダメだって。もう50分ぐらい歩いてるね。ねえ、もうちょっとしたら着くかな。まだかな。どうですか。え？体力の方は。あ、全然元気です。まだまだ余裕ですか。余裕です。ノーダメージ。おお、いいね。昨日ちょっとね。やっぱりさ、暑さでへばってたんじゃないかなと思うんだけど。昨日はあそこの吹割の滝で水木へばっちゃってて、うん、ちょっと心配してたんですけど。ねえ、うわ、なんじゃこりゃ。ね、思った。根っこがもういつ落ちてきてもおかしくないような感じになってるね。ねえ、どうなってるんだろう。まあ、だから昨日ちょっと心配してたんですけど、うん、今日は元気でよかった。ねえ、やっぱり道民これぐらいの気温の方が元気なんだろうか。気温がね、涼しくていいわ。うん。何か建物が見えてきました。山小屋が見えてきました。あ、やってきました。尾瀬山の花ビジターセンター。到着。あ、開いてるよ。大丈夫かい。こけた。足大丈夫。うん、大丈夫だった。なんかビジターセンターで寄付するとこちらをいただきます。はい。なんか何種類か選べて、水芭蕉もあったんですけど、迷いに迷った結果この景色にしました。見えるらしいからね、それが。はい、日内ヶ岳。あの木道をさ、うん、ずっと整備してくれてると思ったら寄付もするよね。するよね。ありがたいよね。あれがトイレです。はい。トイレが水洗なのにびっくりした。ね、まあ、もちろんどっかに貯めてるんだろうけど。うんうん。トイレはね、1回100円の協力金が、はい、必要です。必要です。なので100円玉をいっぱい持っていくのがいいよね。でもペイペイ使えたのがびっくりした。確かにペイペイも使える。ね、山岳トイレには年間1000万かかるらしいので。いや、大変だよ。そら必要ですよ、100円。うん。次の目的地は、こっちが山、こっちが尾瀬ヶ 原。じゃあこっち。次はどのぐらい歩くんですか。わかりません。わかりません。わかりません。この先はそれぞれのペースってことかな。今1時間10分15分ぐらい歩いてきたか。そうだね、うん、写真とか撮りながらね、うん、あ、地図があるよ。ほう、鳩町峠を出発して、はい、現在山の花ビジターセンター、このエリアにいます。はい。ここにも山小屋とか、あとテント張ってる方がいたりとか、お手洗いがあったりとかしたね、うん、この後この牛首分岐っていうところまで行きます。はいはい。で、体力に自信のない方はここで引き返してくると、まあだいたい往復4時間ぐらいでハイキングができると、うんうん、でさらにこのよっぴつり橋、そして竜宮で牛首分岐まで帰ってきて、こう鳩町峠に帰ってきたいなっていうのが今回の私のルートです。なるほど。じゃあ、はい、とりあえず牛首分岐まで行くと。うん、
その先がこの範囲が尾瀬ヶ原になるのかな、うん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 、2.2 キロだね。すごいな。すごいすごいねすごい。ああやって山小屋に荷物を運んでくださっている方がいるんですね。ね、体力が桁違いだ。桁違いです。ちょっと風景が変わってきたね。ね、尾瀬ヶ原っぽい、尾瀬ヶ原っぽい感じになってきましたよ。城はすごい山が見えます。至仏山かな。すごい綺麗だね。ねえ、めちゃ綺麗。あー楽しいな。よかったね、うん、やっぱこういう広い草原みたいなさ、阿蘇とかもそうだけど、うん、大好き。そうね、うん、ここまで本格的に歩くの初めてだしね、こういうとこ。そうだね、綺麗な道ねえ、こりゃすごいわ。いやなんか夢の中に出てきそうな道だな。そして思ったより人多いね。ねえ、たくさんの人が歩いてるね。ねえ、やっぱシーズンらしくて何百人と歩いてるよね。ねえ、どんどん人とすれ違うし、追い抜かれるし、うん、追い越すし、なんかいい場所で休憩してる人たちいるね。ねえ、おやつタイムか。ありました、林道だって。そしてこう沼が出てきたね。うん、あーすごい風景だな。ねえ、なんかイモリみたいな。ねえ、優雅に泳いでる。ねえ、かわいい。手と足がさ、かわいくない？好きだよね、みずきは。大好き。苦手な方はごめんなさい。かわいい。なんでその尻尾でそんなに泳げるの？すごいね。あ、こうだ。また、あー見えた見えた。あー綺麗に映ってるわ。ねえ、一緒。これが逆さ火打ちです。火打ちヶ岳ってものかな。うん、火打ちヶ岳って言っちゃった。これと同じ景色。これが同じ景色。ねえ、面白いね。嬉しい。水がすごい澄んでて綺麗。ねえ、なんか不思議な気持ちになるぐらい綺麗。ねえ、そしてまたあいついる。ねえ、泳いでるね、かわいい。見えるかな、雲が映ってる。本当だね。このさ、浮島が折れて沈んでるの。あ、本当だね。何かなって思ったらそれが折れたんか。うんうん、それ何なんだろうね、もともと。ねえ、さあまだまだでも道は向こうに続いてますよ、みずきさん。本当だね、まだまだだよ。さっきから全然進んでないから行かなくては。不思議な川発見。ねえ、水草がすごい。水がともかく綺麗だね。ねえ、にしても水草がすごい。竜の背中みたいじゃん。本当だね。次の目的地にやってきました。はい、あそこが分かれ道になってるんですけど、うん、あそこが牛首分岐だと思います。ね、みんな休んだよね、あそこで、うん、すごい綺麗なとこだな。ねえ、もうどこまでもこの風景よ。夢の中を歩いてるみたい。ねえ、あ、やっぱりそうだね、牛首分岐です。ねえ、いいね、この辺はいっぱい休むとこがあって、うん、気持ちいいね。ちなみに現在10時です。10時です。おやつ食べます。ホラグミにしよう。うん、うん、登山始めようかな。ね、始めたくなるよね。ね、登山っていうかハイキングマスターになりたい。登山はしないんだ。登山はたまにする。ここで引き返さないということはもう6時間7時間歩くということですよ。今牛首分岐で、次竜宮までが 2.2 キロだね。ここはちょっとバーっと行くか。じゃあ、うん、はい、ではまず竜宮の山小屋の方に向かいたいと思います。はい、ちょっとお腹減ってきたね。うん、竜宮小屋に着いたんですけど、はい、なんかさっきすれ違った人の情報によると閉まってると。あ、でも入ってく人もいるね。お手洗い借りれるのかな。ここかな。ここでトイレが借りれないとなると結構、うん、どうしようかって感じなんだね。トイレの場所なくなっちゃうよね。ね、開いてました山小屋。なんか10時まで清掃で閉めてたんだってね。うんうん、今はね、行ったら開いてて売店やってたので
パンを買いました。食堂は空いてなくて、うん、なんか食堂があるかなと思ってたんですけどね、ちゃんとしたご飯は帰ってからね。そうだね。いやでもなんか食べるものがあってよかった。そして何よりトイレが使えてよかった。そうだね、なんかトイレも閉まってるってさっきのご夫婦言ってたからね。うん、それで戻ってきたって言ってたもんね。うん、やっぱ雷注意報出てんだな。あ、そうなんだね、こんなに晴れてるのに。ね、小手ヶ原で雷怖いね。うん、落ちそう。自分が飛来しんだよね。うん、ちなみに現在時刻は11時ね。帰りはさっさか帰らないとね。ね、日が暮れちまうわ、うん、さあ休憩したので向かっていきましょう。はい、次はよっぴー橋かな。よっぴつり橋。よっぴつり橋です。という可愛い橋に向かいますね。可愛いね。なんか今気づいたんだけどさ、みずきが、うん、さっきパン食べてたけどカップ麺とカレー売ってた。あったのちょっと残念。食べたかったね、カップ麺めっちゃ食いたかったね。ああいうところで食べるカップ麺うまいからな大丈夫ですか。眠たいご飯を食べたら眠くなってしまったらしいです。眠たくなってきた。頑張れ、フラフラしてるぞ。寝ちゃう。寝ないで歩きながら寝たら転落するよ。はあね、足元こんな細いんだから頑張ってまだまだ全然歩きますよ。食べ過ぎたらしいですね。そんな食べ過ぎたってほど食べてもないけどね。ねえ、パン1個とポテチ半分でしょ。なんだかすごいお腹いっぱいだな。なんでだろうね。大丈夫かな。寝ちゃう寝ちゃう。寝ないで頑張っていきましょう。はい、ちょっと寝ることにしたようです。うん、どうやって寝たらいいかわからないでしょうね寝る場所じゃないんで。とりあえず少し休んで出発です。はい、だいぶなぜかダメージが。ご飯食べたのが良くなかったのかな。昨日もご飯の後ちょっと動けなくなってたんだよね。ねえ、ご飯と暑さかな。まあ暑くなってきたからね、だいぶ気温が上がってね。え、お湯は涼しいんだけどマジで遮るもんがないから。うん、ここよっぴ橋です。よっぴつり橋、はい、よっぴつり橋のよっぴはアイヌ語なんだって。へえ、集まるって意味らしいよ。何が集まってんだろう。尾瀬の大小さまざまな川がここら辺に集まってくるんだって。へえ、これは全然怖くない釣り橋ですわ。ねえ、これで引き返せばいいのかな。そうだね。はい、はい、ではここから戻ります。いよいよ後半ですね。現在時刻がちょっと休憩して12時33分。そしてよっぴ釣り橋から牛首分岐まで 2.3 キロ、その後山小屋まで 2.2 キロ、なので 4.5 キロですね。はい、山小屋まで 4.5 キロで最初のビジターセンターに戻れます。はい、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。ビジターセンター着いたら休めるよ。ちょっと一回休むね。ちょっとどっかで休めるといいんですけど。ちょっと一回休む。一回休む。頑張っていきましょう。頑張っていこう。俺は全然平気なんだけど今。いや、水木もなんか全然平気だったんだけどね。暑さかな。いや、暑さかな。昨日もなんか暑さ、暑いなと思って。マッハでビジターセンターまで行くから。しかもちょっとトイレまでしたくなってるそうで、みずきさんでもさ、小屋に戻ったら多分この道はもう行けないじゃん。そうね、ぐるっと回る道を選択してるから。そう、行きたい。一回ね、さっきの竜宮小屋まで戻れば、うん、トイレはあるんですけど。そう、そうすると時間的に多分こっちの道はもう回れないよね。そう、なのでこの道を回りたいそうで回りたい、歩くことにしました、みずきさんはい、頑張れ。まだ見ぬ景色に会いに行きたい。ほぼ一緒だけどな、多分でもちょっとだけ違うじゃん。ちょっと違うまあ本当に景色が綺麗だよ、ずっといやでもなんか小平くんが荷物持ってくれて楽ちん。いや、みずきの荷物そんな重くないからな。ありがとう、うん、ごめんね、ちょっとだけね、ちょっとだけマッハで行くから。うん俺は全然余裕ですから。今マッハで行ってますからちなみにマッハと言ってますけど、行きと速度はそう変わってませんでもこの大勢の景色に癒されるね。そうね、ちょっと元気になってきた。あ、よかったよかった、うん、さっきも死んでたからな一回死んだよね。でもね、一回死んでた。本当に一回死にました。どうしようかなと思ったもん、ね、どうしようってなったけど、いや頑張っていきます。はい、頑張りましょう、はい、復活したそうです。復活しました、完全に復活しましたよかった。じゃあ、はい、頑張っていきましょう。頑張っていきます。荷物を自分で持てるようになりました。かゆくありがとうございました。はい、なんか涼しくなってきたなと思ったら、はい、
雲がねすごい出てきました。朝は超快晴だったのに雲が出てきた。ということは雷注意報が雷注意報がここで伏線が回収されるかもしれないということで、やっぱりマッハで行きたいと思います、ね、やばいよ、ドローンこんにちは。やばいよ、ドローンも持ってるし早く帰らんとご安全に。こんにちは。雷が降る前に帰ります、ね、急がないと。戻ってきました。帰ってきた牛首バンキーね。あとちょっとでもねえか。あと 2.2 キロで山小屋まで行けます、ね、おお、すぐじゃん。あと 2.2 キロ頑張りましょう。頑張っていきましょう。雲が怪しい感じになってきました。やばいぞ、すげえもうでも実はだいぶ帰ってきたんだよね。そうなんだよね。あとちょっとな感じ。小瀬ヶ原とはもうさよならです。はい、到着です。寂しい。山の花ビジターセンターエリアにね到着しましたね。そうだね、無事に。よかった。なんか食べるどっち見てみるか、うん、あそこで手紙書くんでしょ、水木。そうなの、おはがき書きたくて。なんかね風景印をしてもらえるんだよね。ねえ、ここで書いて、なんかそこにポストがあるから、そう、ここのポストで出すと風景印をしてもらえるそうで。そうなんです。そういうの水木は好きなんです。そうなのいい風景印がある観光室に行くとおはがきを出すっていうね。またチキンカレー食べようかな。いいね。いただきます。いただきます。ご飯だね。カレーやってたね。うん、あ、美味しい、うん、こんなところでこんなカレー食べるなんて最高だな。うん、あんなにカップラーメン言ってたのにねカレーのメニュー見たらカレー食べたくなっちゃったよ ね。でも私はずっと山小屋のカレーに憧れてたので嬉しい。そうか、うん、めっちゃ美味しいカレーだね。ね、うん、いや歩いたね。歩いたね。もうあと最後の難所だけだもんねそこが一番の不安だけどね。一応行きは60分帰りは90分と考えておいた方がいいと思ってる。じゃあまだまだ、うん、終わってなかったね。終わってないよ山の花を出発して。出発しました。最後の工程です、はい、はい、最後の上りですね、はい、今はまだ緩やかなんですけども、この後階段がたくさん続きますので、ね、果たしてそこを乗り越えられて最後のバスに間に合うのか。バスがね16時30分に最終なんですね、うん、はい、で今が14時56分で出発時間が1時間半かかるんではという予定なので、はい、急いでおります。さあ頑張っていけるでしょうか。はい、ただうちらの後ろにも人いるからね、うん、上りきた。ここからはずっと上り。いやいやだ一応半分は過ぎたんじゃないかなと思っております。だからその残り半分が、頑張れ頑張れ、疲れた、早っまだまだこんなん序の口だろ。いやそうなんだよね。ほら階段だ、いやー来たー、やめて、階段です。登れるのか水木さん、心が折れそうになっている。ここからずっとこんな感じで頑張っていきます頑張れ、ちゃんとせい、ボカさんモードこれで力がつくはずでも荷物が軽そう徐々に坂道が急になってきましたあ、疲れております。現在時刻は13時19分。4時ぐらいまでには着けそうな気もするよね。そうね、最終のバスにならないかもしれないね。マッハできたんだここまで頑張れ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 、もうちょっとだ。鳩町峠まで890m。頑張れ頑張れ、だいぶへばっております。足に来た。足に来てる。もうさ、足の先はもう痛いんだけどさふくらはぎの乳酸がきつくなってきたね。ちょっと座る。座らない。お頑張れ私、頑張れ私、頑張れ頑張れ。立ち止まってしまった、はあ、さあ行くわよ。まだ行ける。蹴るわよ。あと 380m です。おお、もうちょっとじゃん。ねえ、さあ頑張れるか。頑張れ頑張れ。さあまた長い階段です。うん、ラストスパートぐらいじゃない。でもあとちょっとって聞いてさ、うん、元気になってきたね。お足大丈夫か。やめてき。これは見覚えがあるぞ。石の階段ゾーンだ。ねえ、
ここまで来たらあとちょっとだよね多分。初期の思い出、初期に見たやつ、遠い昔の朝の思い出ね。頑張れ頑張れ、はあ、あとちょっとだ。今朝が懐かしいねまあでも1年前のね、うん、君の日々に比べたら楽なもんよいや楽なもんよ本当に楽なもんよ、進んでまたやりたいもん本当に、ね、はあ、ちょうど1年前の、うん、もう少しあとはもうリハビリで死にそうでしたから、本当よ。それに比べたらもう100回でもうぜ行きますって感じ喜んでいきますよ、あんな綺麗な景色があってね。ね、頑張れ頑張れ、うん、あの時頑張ったから今があるわけですよ。いや本当に頑張った、過去の自分偉いぞ、よかったおかげでこんな元気に歩けるぞってね。頑張れ頑張れ、あと270ちょっと、この階段を270登れば終わり。ちょっと270なんて走ったら一瞬よ。そうだね。ね。いや。頑張れ頑張れ。いやー、マッハだ。ああ、誰か。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。無言になってしまった。いいよ、頑張れ頑張れ。登ればいいよ。頑張ってる、私は偉い。めっちゃ頑張ってるよ。偉い偉い。それを撮ってくれてる浩平くんも偉い。俺は全然辛くないからみんな生きてるだけで偉い。カバン持ってあげるわ。もういやい。なんで最後のこの石の道だけ俺カバン持ってあげるよ。最後だからこそ持つ自分で。そうか、あと150もうちょいじゃん。頑張る頑張る。走ったら20秒ぐらいファイト。戦う君の戦わない奴らが笑うだろう、ファイト。頑張れ頑張れ。ああ、足が出なくなってる。諦めないで、どんなことも君ならできる、どんなことも。今世界に一つだけの強い光を見たよ。終わりだろ多分。ああ、こける。頑張れ、こけないで。大丈夫か。うん。あとちょっと。あとちょっと。よし。よいしょ。終了。ああ、帰ってきた。お疲れ。お疲れ様。はい、ご褒美に花豆ソフトを買いました。花豆ソフト、国撮の時から食べたかったんだ。よかったね。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、あー生き返る、美味しい。花豆とはお豆の味する。うん、豆の味して美味しいよ。美味しいね。小平くんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いや余裕だよ全然。余裕でした。このね荷物がね、やっぱドローンが入ってるから重いんだけど。よくドローン持って行ったよね、7時間。もう撮り終わった後ドローン捨ててこうかと思っちゃったぐらい。ポイ捨てしないで。国立公園にポイ捨てしないで。ねえ、ダメよね。ちなみに現在時刻は15時49分。はい、まあ、アイスとか食べてたので40分ぐらいには鳩町峠着いたんじゃないでしょうか。早かったね。早かったでしょう。何時寝た ?2 時50分ぐらい寝た?1 時間かからずに。行きより早く来たということだね。めっちゃ頑張ったじゃん。見たか。マシューちゃんのいる駐車場に帰ってきました。帰ってきました。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。いやーね、なんか止まったら疲れた。ね、小平くんも足痛くなってきたって言ってたもん ね。あと肩がやっぱめっちゃ痛いわ。うん、というわけで、はい、これにて群馬終了。群馬終了でございます。いやー、でも無事に手術から1年経ってここまでね、赤のアウトドア頑張れるようになりましたね。ねえ、すごいね。去年の今頃思ったら本当に去年の今頃本当にね、心折れてたよね。いや、ぜひともね、あの瑞希さんのそんな日々がね、書籍には書いてあるので、よければ、うん、私たちの書籍買っていただいて読んでいただけるとそこから1年でここまで来たかと。そうだね、うん、思っていただけるんじゃないかなと思います。はい、はい、なんかこれからもね、やっぱりこういう景色たくさん見たいなと思うので、自分なりに、できることからコツコツとチャレンジしていきたいなと思ってます。やっぱり目標を絶やさないということが自分の中では大事かなと思っています。はい、はい、ではまずもう一個の目標、関東旅達成を。そうだね。あと外だからね。
あと2県。はい、あと茨城と栃木2県を残すのみとなりました。はい、茨城の皆さん、栃木の皆さん、待っててね。それでは、はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。